夢を追うことは容易なことではありません。先日、私は夢について数人の若者と話す機会がありました。彼らはそれぞれの夢に向かって新しいことに挑戦していました。私は彼らがその初期の段階でやる気に満ちていることに感心しました。例えば、一人の男性は子供の頃からテレビで見ていた大相撲に憧れて力士になることを夢見ていました。彼は早速ジムに通い始めて、毎日汗を流しながら厳しい練習に励んでいました。もしくは、一人の女性は海外で働くことを夢見て英語の勉強に取り組むことを決めました。彼女はインターネットで英語の資料を探したり、英語の本を数十冊買ったり、オンラインの講座に申し込んだりして自分の英語力を高めようとしていました。しかし、彼らの中には進み始めた道のりに疑問を抱く人もいました。彼らは何度も何のために頑張っているのかと自問自答しました。自分の能力に自信を失って、どうせ何もできないと落ち込んでしまいました。彼らは目標を達成するために必要な努力や犠牲を惜しんだり、周囲の誘惑に負けたり、自分の能力に自信を失ったりして夢を諦めて元の生活に戻ってしまいました。夢を語るだけではなく、夢を実現させるためには強い意志、そして継続的な行動が必要です。夢を追うことは容易なことではありません。